はい、どうも、ゴトさんです。やってきましたね。まあ、ダブルキャラ、まあ、2倍、赤髪2倍がいきなり来たということで、5000万ダウンロード記念ということで、すげえダウンロード伸びてますね。で、国内5000万なんで、なかなかすごいと思いますけど、で、今回、まあ、10連無料がついて、ただこの10連無料はね、いつもあの確率がとんでもなく低いので、まあ、出れば奇跡的な感じ。で最初の無料10連が 0.002 だから 0.02 かですね。2人合わせても 0.05 なので、まあほぼ2000分の1ぐらいでしか新キャラは出ないので、まあ赤髪出るだけでもすごいかなという感じなので、これはまあ赤髪2倍とかもないと思いますので、まず10連無料だけ先に聞いちゃいましょう。まあ本番はこの後からですね。まあこことかでね、片方出たりすると、まあ、新キャラもね今回いるので、新キャラが出ることもガチャゲンでもいいんですけど、はいはい、まあまあこんなもんでしょう。無料なんでね。いやー、なんで無料10連つけてこんな確率を下げるのか不思議ですけど、はい、じゃあこっからいきましょう。で30連50連かが超すごいやつ確定で、6からがもう確率アップ中のやつになって、今回目玉は20連と25か、20回目と25回目が2019年以降ということで、確率かなり上がってるだろうということを期待してちょっと見てみましょう。で最初の10連、まあ普通の時ですね、33連とかのところは、さあ通常の時のまあ 0.0、まあ、いつも通りですね、 0.12、 片方 0.12 で2人合わせて 0.24 ということで、まあ、400分の1ぐらいで新キャラが出ますよと。でタシギとアルビダは 1.3% が星4で、なんで 1.5% なんで30分の1ぐらいでは出るということですね。で33年目の確定が、超すごいやつ確定のところが 1.8 なんで 2% か 4% で新キャラが出るよという感じ。いつも通りですね。まあ本当に厳しい、新キャラがかなり出ない、まあ、ガチャなんですけど、まあ、今回この第1弾でどっちか引ければね、もう片方、まあ、僕チョッパーもまだ持ってないんですけど、チョッパーも今回1回もピックアップされないと。で確率アップの時は 6.1、 まあ 3.7% ぐらいはあるんですね。 7% ぐらいの確率で新キャラが出るよと。 0.3、 そうですね、 3.4 ぐらい、円周率ぐらいで出ると。はい、まあそれで今回が20と25セット目、この2019年以降っていうのがとにかく高い確率になってて、おお、え、星6で 1.3、 高えぞこれん、違った違う、星6で 0.6 かで 6.5、 おーすごい、 13.15% ぐらいで新キャラが出ると。まあ、チョッパーはやっぱ 2% か、まあ、チョッパーはもういつか引けたらラッキーぐらいでいきましょうか。で20セット目と25セット目がなかなか 15%、 まあ高いといえば高いかな、の確率で新キャラが出ると、なんかすごいですね。さあさあ、そこまで引かないで道中で出てくれればいいんですけど、どっちか片方出るのですら400分の1なので、いやきついね。それぞれ800分の1とか900分の1ぐらいですね、なんだかんだで。はい、最初の10連は何もなしと。で赤髪も2倍なので、どんぐらいで 8% ぐらいで出るのかな、10分の1ぐらいでは、まあ、11連で1枚ぐらいは出るんじゃないかということで、まあ、道中の赤髪はまた数えていきましょうか。はい、22連目、おお、はい、道中早速1枚目。いやいや、25セットやった場合は25枚ぐらいは出てほしいかなって。おお、新カゴいきなり薄いところ来ましたね。はいはい、もうほぼ止まんないでね、止まれば新キャラでしょう。さ、はい、しょうがない。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ最初10連の無料がね役立つかな。はい、じゃあこれが行きましょう。33連目、最後が確定で 4% ぐらいでしたっけ。
新キャラ出るのはね、まあそんな期待せずいきましょう。はい、道中は出ないというか意外と出てねえな。道中出てないですね。さあさあ、いや止まんないか。道中まだ進化後1枚だけ。はい、じゃあここが4パー。はい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 、もうどんだけ持ってるかわかんないけど、いやチョッパーとか出てくれればね嬉しいんですけど、そんなピックアップされてないんでね。さあサクサク割引の石が減っていきますけど、はい44連目。おお、道中2枚目、ありがとうございます。思ったよりなんか2倍っぽくきませんね。もっとサクサク来てくれてもいいですけど。さあどうだ、ダメかバギーね。いやバギーはね持ってないと欲しくなりますけど、今はチョッパーかな。チョッパーもね出番もそんなにすごいあるわけではないので、まあ、コンプ勢としては欲しいかなという感じですね。さあ行きましょう。これここも最後赤髪確定でしたよね、55連。さ あ道中3枚ね。まあ悪くないけどちょっと下回ってるかな、確率的には。進化後、さあさあさあ、ダメか。いやでもまあまあこのダブルキャラは当たりでしょう。さあ、お止まった。おお、ありがとうございます。無事新キャラ差し2体目来ましたね。アルビダカーとは。さあお願いします。ああ渋いな。はい、でこの次が確率アップしてるんでね。いやいや、これはここはちょっと期待していいのかな。さあお願いします。おお、途中来た。4枚目か。悪くないですね。さあさあ、おお、5枚目。おお、道中6枚目。おお、いきなり収束しました。すげえな。はあ、さあ、まあまあ、まあ、悪くない。さあ、おお、タシギは。さあ、長いの。来ないか。来る。さあ、長くないと。おお、これは嬉しい。これは嬉しいですね。さあ確定、確率アップ。うん、マジか、ありがとうございます。実はこれやっと2体目なんですよね。進化前やっと手に入りましたけど、いやこれはもう収穫、大収穫ですね。さあ行きましょう。77連目。もう道中6枚来てるんでいきなり確率通りになっちゃいましたけど、いや偏るな。さあどうだろう。さあ77連目、これで割引の石がなくなっちゃうかな。うわ、77連ダメでしたね。さあ、うわ、ちょっと石なくなるんでささっと増やしていきます。はい、ちょっとね、あの課金のところは短くするように今回してるので。はい、じゃあ88連目いきましょう。どうかな。さあ88連目、どっち来なくなったな。6枚は来てますけど確率は下回ってるかな。下回っておお、来た、ありがとうございます。これでガチャ券はコンプと、アルビダがこれで1体目ですね。いやー赤髪来ないな。さあじゃあ行きましょう。これでん88連目かな。最初に10連があるんでね、ちょっとオーバーが。さあ課金も追加でしてますけど、どうかな。道中赤髪、タシギすごい来ますね。あれちょっと赤髪ほんと来なくなったの。はい、ここ確定枠か。さあ確率アップ。うわー、なるほど、超進化してるからね。はい、ちょっと石をガンと増やしてきましたので行きましょう。おお、なんだなんだなんだ、引っ張るところじゃなくてなんか変な画面が。おお、道中ありがとうございます。これで7、これ8枚目か。いやなんか偏りますね。さあさあどうだろう。おー、ダメか、短いな。しかも8、ダメだ、ピックアップしてんのかこれ。さあ、はい、じゃあお願いします。あー、おお、これはまた当たりですね。私の意外と来ますね。いやなんか和の国のキャラは意外とこれで小紫も来たしカイドウも来たし、なかなかいいの、和の国フェスみたいになってますけど。さあお願いします。
おお、赤紙、これで9枚目か。ちょっと確率通りといえば通りかな、確定枠抜くと。さあ9枚目、さあ、いやーダメだ、赤紙がねちょっと大きくなってくるともう違うんでね、大きくならないと、まあ、長い新キャラ確定みたいな感じなんで、なんかたまにはねこう長くならないでも新キャラ出ると嬉しかったりしますけど。さあ行きましょう、12回目、これも超すごいやつ確定か。今回確定枠ほんと多いですね。さあ1、2、3、赤髪、あれ道中ちょっと下回ってる気がするな、どうだろう。さあ、いやステップアップもないか、赤髪にも変わらないですね。さあ確定枠、さあ、確率アップしてるのね。今回はこれの進化キャラから始まりましたけど、はい、じゃあ行きましょう。いやー最後までやると25セットで、今ちょうど折り返しぐらいかな、これで13回目かな。さあ長いな、なんか短い動画で終わらしたいですけどね、たまにはサムネも275って書きたくないんですけど。おステップアップ、はい、これで10枚目か。うわ短い、悪くないな。というかタシギばっかでな、アルビダが全然出てない気がしますけど。さあこれでまたなくなっちゃいましたね。はい、じゃあこれで最後、ちょっと一回ね動画が本当に長くなりそうなんで途中で切ろうかなと思いますけど、行きましょう。これで14セット目かな。というか赤髪が今10枚、ちょっと足んねえな。さあダメか。いやーなんかムラがあるな、すげえあるな。はい、8% ぐらいだよな多分赤髪、ちょっとちゃんと調べてないですけどそんなもんだと思いますが、はい、じゃあ行きましょう。ここも確定と必殺レベルマックスのお願いします。まあ和の国のねキャラがいっぱい出てるね。いやーチョッパーはやっぱ出ないね、ピックアップされてないのはもうほぼ運になってきますんで。さあアルビダ分、おーおー進化後ありがとうございます。アルビダが2回目でタシギ、おおすげえな、ステップアップが、はいはい、古いね、ちょっと古いね。はい、でもまあ11枚目出ましたね。はい、じゃあ確定枠でどうだ。いや長くない。はい、今確定枠からはね確率アップはしてないんでチョッパーは出ないので、ちょっと整理していきます。